もっとこの調子でどん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 強くなるです。やったです。頑張った甲斐があったです。久しぶり、5PB だよ。みんな、今日もよろしくね。ラステーションのペンネームマイルーム生活万歳さんからのハガキです。5PB ちゃん、こんばんは。聞いてくれよ。俺、この間、ラステーションの重機倉庫にいる勇気ってモンスターを一人で倒したんだぜ。すごいだろう。この調子でラステーションが平和になるように頑張るから、5PB ちゃんも音楽活動を頑張ってくれよ。すっごい、一人であの勇気を倒すなんて素敵じゃない。この調子ならラステーションだけじゃなくてゲーム業界も平和にできちゃうんじゃないかな。僕も音楽活動頑張るから君も頑張ってね。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度。バイバイ。この番組はあっという間にお届けでおなじみの通販サイト Amazon.net の提供でお送りしました。